カリーを返して1分ボンボンボン1分ボン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 ご覧のスポンサーの提供でお送りします。あのそれはマッキーで書いたら消えるこれ油性やん。なんか油性で書いてクレイジーでラブラブ愛してるのいやいやいや消えんやん。消えない。わざわざここにつけてここについてんのにペンがマッキー持ち出していや、一番のね。あ、じゃあ、はい、今週もやってまいりました。今日豪華じゃないですか、意外と。誰が誰が、何ね、めんどくせえな。ふぅーふぅーお久しぶりです。あ、結構、ドロップの回ってちょっと長かったですか。前回俺出てないんですよ。いや、だって前回だって、俺はだって出たよ、うん、だ真央が、はい、なんかあの、あれでしょ、バックレのやつでしょ。うん、必殺ニコ生バックです。いや、もういつも出させてもらって、あ、短髪いいっすねって書かれてます、ね、ありがとう。ちょっと子供が、大きくなった子供、うん、え、下の子が、小学校受験でしたっけ。もう小学校受験、私立だからさ、うん、で、それ、やっぱ俺もね、授業参観行くからちょっと短髪にしたんだよ。だからもう、痩せたよ、子供のために、うん、え、大丈夫ですか。親子運動会久しぶりでちょっと緊張してるでしょ。緊張してる。いや、これさ、こっちとこっちがさ、だいぶずれてる。ラグがあるんでしょ、うんうん、安定のメンバーなんでしょ。これもともと言ったらもうドロップのっていうかクレイジーグループのね、作り上げたメンバーなんですよ。まあまあね、サリンと売り上げあるからね。そうそうっす、うん、売り上げあるからね。大仏ももさん、かっこよくなる。てか、3代目っぽくなりましたもんね。32歳目3代目じゃなくて、なんか今日、歯切れ悪いね。なんで教えてやろうか。俺が緊張してるから。ね、99番さんはさ、僕らも結構1年以上やってるんですけど、今日が初見だけど、これが普通なのって。まあ僕らのな、本当にこれ答えると、あの、僕らも普通が分かんないですよ。まあ、これが普通です。言うてみれば。で持ってるだけじゃねえか。渡せ、もう。そう、それの拾い方がわからんやったよ。あ、そうですよ、ももさんと代表と、うん、あの、僕、あの、そうですね、一応、はい、兄弟でやらせてもらってるんですけどね。で、僕ら兄弟なんですけど、真央だけ兄弟じゃないです。そう、真央だけ。いやいや、それいいじゃん別に。マオだけ全然違うんですよ。あの、お母さんもいないし。じゃあマオだけ、じゃあマオだけ赤の他人なの。言い方の問題な。まあお父さんもお母さんもいないんだっけ。いやいや、いた。え、マンホールで育ったんですか。いや、でもマオだけ赤の他人なの。チルドレン、チルドレン、チルドレンの方ね。これでいいのか、楽しめるのか、したら。楽しもうか。イエーイクレイジーなやったねーよ、よいおせえわ、もうさっき。CM! ミルクじゃないよ、ぶっちゃけ。あのね、ミルクって太客しか入れないんですかって。うん。言ってるんだけど、大体まあまあ、ちょっとね、体型が太いやつしか入れないです、ね。ああ、そういうの言わないよ、そういうの言わないよ。もう、それ、もう叩かれる。やめてけ、やめてけ、やめてけ。え、なんで乗らないみたいな感じになってる。いや、って感じで、映ってるよ、俺の顔見たら分かるやん、ずっとも、うん、ほら痩せたね、見かけね。いや、違う、俺が隣にいるから。違う、痩せてるけど、見える。誰がデブや。ジャンガ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 。はぁ、うん。で、どうする。まあ、結婚したの。いや、今日は、なんか、言ったらこのメンバーも、まあ、言ったら今までね、ホストの歴も長いし、まあ、みんなから質問をね、どんどん受けたまおうみたいな、今まで
受けたまおう、受けたまおう、受けたまおう、また自分の名前挟んだ、受けたまおう、受けたまおう、乗りたまるみたいな感じだ、わかんない、もうあの、出てる、笑ったのお母さんだけやろ、ね、あれがいい164番さ、ももさん、B は人が来たらブルーシート引くんだっけって何、ブスが来たらってことでしょ、え、どういう意味、ももさん、ブスが、ブス、え、何、 B は人が来たら、 B は人が来たらブルーシート引くんだっけ、サックサクさんだよね、どういう意味、ちゃんと書けよ、え、なんかさ、面白くなんないんだったらマジでコメント書くんだったらちゃんと書けよ、 B な人、ブスな人ね、え、ちょ、違うよ、ちょ、なんかさ、A、B、C、D ってあるじゃん、なんかそのハグしたりチューしたりそのなんかそういう系の、その B ってどこだっけ、 B、俺の B はもう手間だけど怒るなって言って、俺ら多分顔が怖いんですよコメントに対して、本当にごめんごめん笑いにならなかったらね、うん、でもさ、187番さん、やっぱ分かってる、うん、ガチな表情をやめてってあの、ガチな表情で訴える、何も言わなくても、ホスト、あ、じゃあ、あの、196番さん、あの、ホストしてて一番辛かったことを教えて、誰からいきますか、まあ、たくさんあるんですよ、え、なんだろう、いつきやめたとこ、やめろ、それあのね、ちょっと聞こえてないよ、ピー入れて、これ、ピーバカ野郎だな、もう代表となる男が代表系列の代表のことを言う、受けるーで、どうするやめとけって書かれてるじゃないですか、え、なに、え、一番辛かったこと、なんだろうね、見てっかもね、一人の女に絞れなかった時むっちゃ辛いじゃんもう見たまんまやかましいよあ、もう、でも知らない人いるだろうね、これ言い過ぎなんですけど、早い、しかもだからもうみんなそっちに行っちゃったじゃないですか、何、何の話、ちょ、負け、仕切り直そうよちょ、負け15分から15分から、ね、戻せないですね、もうね、うん、え、何やるじゃあ、うん、まあこのテンポは放送するごとに客がミルクに移動しますって書いてある、あ、でももうすぐ戻ってくるんで、まあまあでもまあね、まあグループみんなは潤うっていいじゃあみんなで笑えればいい、うん、いてこと言うな、笑顔で帰ろう、うん、うん、あ、どこに帰るはじめまして、うん、色濃い本営、色濃い本営、もうすり、最近あれですね、減りましたね、俺は増えたけど、歌舞伎町でどうなんすか、みんな逆に、あの、これ見てくれて色恋本営って聞く、何をしたら色恋本営ですか、ホストできますか、できてんじゃん、だって電波でも色恋、いや、レベルがね、このさ、色恋本営って僕、いいっすか、いや、これ議題にするのが、色恋本営ってあのレベルが下がったと思うんですよ、昔と比べて、うん、でも色恋の質も、じゃあ本営の質も全部変わってますよね、見かけさん、いや、それよりも気になるのは、デッパでホストはできますかよ、できる、で、やってるやん、いや、でもさ、デッパでホストができるわけないやん、ほんまやリズムがいいやんですね、ごめんごめん、これがやるかと思ってね、見た今、うん、実の弟出しに使って笑い取っただけもうこれの、こっち全然荒らされないね、え、どうする、ボイコットする、やめる、いや、もう、あ、じゃあ同じだよ、変わってないいや、その、なんつの、この、やっぱりさ、もう今じゃプレイヤーじゃないけど、この人ってやっぱり本場のね、色恋の応援をしてきた男だから、ふざけんな色恋の応援してきてねえよ、プレイボーイって、チンコが変わってる暇がなかったよ、もう電話もしてね、もうあの、本営、なんだろう、もうこれホストしてるしか分かんないじゃ、これは女の子に聞きたい、241色レベルが高い色恋ってなんやっていうのは、その、こっちは分かんない、いや、僕分かりますよお前なんかその、ないや、僕の色恋のあの、本質っていうのは、じゃ言ったら、じゃこの3人、例えば、例えばね、ここ3人男がいますと、そこに、そこを見た女の子がどれだけね、その男の色っていう色気に対して恋をできるかってものだと思うんですよ、フルフルすんだよ、こいつ、まず兄弟だよ、まず、分かってんだろ、どうせ、お前フルフルすんなよ、マグロー、マグロ大量、大量で、なんだっけ、え、だから、その、言うたらもう、その、なに、だから、その、なんていうの、女の子はどれほど、その、メンズに対してね、フルフルすんだよ
で、なんかだってじゃあなんかニコ生とかであんまりそのいや分かるよ、聞きたい気持ちは、色恋はどうですか、なんやら枕はどうのこうの、本営どうのって聞きたい気持ちは分かるんですけど、こんな公共の場で僕らがしててもしてなくても言うはずねえじゃん。間違いない。なんかちょっとなんかうまい感じ。いやじゃない？じゃあなんかもうそれで答えなかったらコメントがどうな。ゲンチねゲンチ。もうぶっちゃけるだけのホストはもういいよ。そうね。うん、それがネオって言われるんだったらもう、もう俺らはあれなら大仏。大仏の話する。じゃあもう大仏やし。大仏よ。ほら、やっと分かってくれたよ、249番さん、漫才してるみたい、1週間練習してますからね、これずっと漫才してんだよ、さっきから、俺たち。だってあれ、あれよ、みんな10秒前でポンポンポンってカウント出るじゃん、最後はもうやめさせてもらうわ、ありがとうございます。ねえ、それでいこう。はぁ、疲れた。大仏ホスト。あら、うちの元担当、鬼枕。鬼枕ってどこから暴走族みたいじゃねえ。鬼枕鬼枕広志。鬼浜鬼浜。いやなんか別にその鬼枕もどこでそのさじ加減ですよね。まあまあね、うん、だって男からしたら枕じゃない可能性あるからね。そうそうそう、うん、枕ってもそもそも何、うん、セックスの話であって、いや別にそんなのね、だからもう主婦だろうが何だろうがこの世の中でやってる人はやってるんですよ。ホストがちょっとセックスしたからって枕ってのはそれどうかと思います。何の話してたっけ。今もう歯が出てるから。今暴走族の話してる。暴走族からの、あのできるかできないかの話ですね。やっぱりあの歯が出ててホストできんのかっていう話も、ホストを拾った話ですね。いや安いすぎない。何拾えなくなってる。素人になってます。緊張してるもん。そう、うん。うちの担当デブ戦。うちの担当デブ戦、うん、あ、まあまあまあ、人それぞれだね。だって。ももさんはどこが出てるの？おちんちん。すげえんだよ、俺のおちんちん。こうやって見ると、こうやってコメント一つ一つ見ると、そのやっぱり性欲溜まってる女の子が多分結構見てるんですよ。いや、そんなん言ったら失礼だよ。こんなの横山圭介、やめろや。本名…誰ちょっとね、本名横山圭介じゃないからね。え、なんなんすか。え、横山やすじだっけ。やすじ、なんの話だよ。え、メガネどこやった。いや、メガネあるわ。でもネタに広げようとするの。ピーッとかじゃねえよ。そうですね、どうしますか。結構ノリのいい今日リスナーさんたちですよ。いつもさ何の話する。いや、いつもはもうなんか今もフリートークみたいな感じ。特に別にあの俺らがくっちゃべって、それを女の子がオナニーの素材にするっていうだけなんです。セイマが、まあ、パンパンしゃべって、うん、そうですね。今日たまたまセイマいないんだけどね。でやっぱ桃太郎来たから。うん、一応代表やしさ、うん、兄弟の兄貴っていうのもあるから俺らはちょっと一応気使ってるね。まあ一応大丈夫だけど、うん、まあいつまで続くか分かんないけどね。いつまで続くか。そんなこと言っても俺らしか笑えないじゃあ今日何の話する。だからもうしゃ内容をね、質問とかどんどんくれたら何でも話すわ。これでもさ、ウケるよね。質問とかくださいって誰も質問してこんやったら、コメント一回も上がらないやったらね。いや、上がります。いや、でもいいよ。352番さん、いつもゲスな話って、もうそれが一番の褒め言葉。ああ、うん、そう。うん。担当者探しのためにニコ生歩いてます。え？で、このニコ生で、ニコ生でこう、担当さんを探そうとするときに、うん、タイミングで CM お願いします。じゃあ一旦 CM でーす。経験者大募集。こんな俺やけど、絶対絶対お前を幸せにするから。運命の人と出会うならイオンインク。めっちゃイオンインク。イオンインク。いや、マジらしいよ。え、何してんすか。いや、まじまじ。え、仕事してるから。
ってない変わってない。あ、どうも。下世話楽しい。まあまあまあ。多分俺思う中で、まあ、生物学的にあの多分男性よりも女性の方が多分下水んですよ。まあ、俺でもマーが一番下水と思うけど、うん、そうなんですよね、うん、やっぱり生まれたところがね、うん、もう下水ところで生まれてね、うん、下水親から生まれて下水道だ、でも、でもやっぱでもまあ本当に俺がお前のことを本当に嫌いなところが、うん、その親を悪く言うところで、ふざけんな、お前俺のおかんのことめっちゃ悪く言う、今本当に今までの放送見てね、みんなね、なんかそのゲスな親から生まれたって、うん、いやどんな親でもお前の親よお前ふざけん、本当にな、そんなんで笑い取るのと俺よくない、でもよくないと思いますけど、うん、本当に兄弟揃ったら全部俺が悪いっす、俺お母さんと結婚したの、うん、しとけよお前、できるもん、でも本当に俺もお母さんみたいな人と結婚したのしとけしとけ、うん、もうやってますよ、もう近親相関だよもうなんか家族ばかりされたりすんの、ね、ごめん一つだけ元も子もないけど突っ込んでいい、ね、今日の回って面白い、そうなんですよね、だまあまあ多分あのテーマが決まってないじゃないですか僕ら、まあそうね、うん、で一回真面目にやります、あと半分、うん、45分まであるんで、うん、あと15分ですかね、うん、うん、意外と笑ってくれてる人もいるんでしょうね、いやあれ嘘だよ、うん、嘘だよってなんですか嘘つけるよあいつらあいつ本当のこと言うやつだなんで敵対視してやってるんですよこの番組に、うん毎回テーマないじゃん、もうそうなんです、うん、ないんですよ、もうとりあえず枕しますって、それは時と場合によるこっちだって、うん、ポスターそうよ、だってみんなね、うん、私の担当は真面目で優しくてって枕してないなんて言う人いるけど絶対違うから、やるやつはやってるよ、ほら、三影さんの服なまら可愛いって、うわー田舎もんやろ、なまらっておー田舎もんやろ、お前北海道、北海道いやでも今、ももさん悪いとこ全部出ましたよ、それだ今、なまら、ももさんの服かわいいだったら、うん、嬉しいくせに、めっちゃ嬉しかった、今、うん、俺褒められたからでしょ、うん、謝ってごめんね本当にあの、なまらごめんしょ最後までバカにするか北海道助かったよな、ほんとさっきからさ、俺、何回かスルーしたんだけどもう突っ込んでいそうその俺も、ね、桃太郎さん、女性ですかって何あの3回ぐらいスルーした俺それね、コスメ、コスメの人だと思うんだあの、これね、女性え、分かってて言ってるんだったら笑いにつなげるけど、うんうん、ガチな質問ならギリギリ男、ガチな、いやガチな質問だったら一言だけ言わせていい、見たら男じゃん、ブス何ほら、あ、ほら残り少ない桃さんファンがいたよあー、今日ももさんいる、キューンって、キューンってなんや、キューンってキューンってなんや、ちょっと待って、残り少ないってやめようよ、いや、あんたが出ないからでしょバナーにまでなっといて出してくれんよ、だってやっぱ宝塚みたいって言われるっすねあ、ほんとね、今日絶対そうっすもんね、じゃあな、歌ってニューハーフってニューハーフって言われて、最終的にはバカ女と思うか悪口言うな悪口言うなねえ、これぐらいの小声で言ってもやっぱ聞こえてんの、え、聞こえ、もう完全に聞こえますよね、あ、そうなん、聞こえる、なんでも吐息さえ聞こえますから、あ、マジで気持ちいい気持ちいいじゃないいよいよ何が繰り広げられるあ、俺結構ね、その低いトーンで言ったら聞こえないのかなと思って、全然聞こえますよ、これ、あ、そうなんだ、左の人嫌いじゃないっていうのはこの人のことですか、どっちどっちどっち、それによってはめちゃくちゃ言うよ、俺左だってこっちですよ、だから見てる人、あ、そっか、見ててこっち側か、え、俺のこと赤の方です、来てやった、俺もお前のこと好きやったよ、本当に、ああ赤の方でしょって、何がねえ、もうやめよう俺の話あああなげえな。もうだらだら喋ってるだけになってきてるわ。じゃあなんかほら、そろそろちゃんとさ、もうほら、うちってほら残り10分のほら集中力みたいなのあるじゃん。ある。うん。それで行こう。うん。ほら。うん。うん。なに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 。
ね、俺といいじゃん、こう質問に答えるでいいんじゃないですか。もう俺ら案外喋ったからもうまあいいよ。いつものやつやって。ざけんなよ、俺何してるんですか。いつも、もう名前売ろ、いやだえ、もう来月がバースデーだっけ。え、来月も再来月も、さ、その3ヶ月後も毎月打つの。いや、打つかも。まあ、毎日が、あ、でも、でも、何月何月スペシャル。あ、バースデー来月もういいやろ、このメンバーホスト何年やったの。来月、銀がバースデーで、銀がバースデー、で、再来月が、まあ、で、12月が三影で、1月が俺。やるんちがスペシャル、毎日がスペシャル。あ、でも1月社長と被るな。いやいや違う、バカ野郎。1月社長バスでやらせたらもうやってもらおう。オンリーだらけやもうひどいことないよ。でも本当にやるならモーさん本当あれですよ、社長に勝ってください、バスで。当たり前、無欠するから俺。一番の勝ちよ。もうさ、そのバースデーとかもなんも言ったらホストも僕ら長いんすわ、もうな、見かけも7年 6? あ、そっか、7年か7なんだよ、で、モモさんは何年ですか。10年83 やべえだろ。モモは80、見かけは70。まあ、何回かよ。まあ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 。金さん。ああ、久しぶりに言われて嬉しい、ももさんデブって。うるせえデブス。ストレスの吐き口。こういきなり後ろ見たらこうやってるじゃない。ごめんね、ちょっと調べるようなこと。じゃあじゃあ本当にね。違う違う違う、ほんとにこの人ね、この人ほんとに、ちょ、ケンジこの人たまに出て場を荒らすの。俺女の子に文句だけ言うだけ言って最後大仏に配達するからね。バーッ出るぞー。配達。ちぇぇぇぇ、赤いのももさん、赤いのももさん、うちの、ひどいっすね、今日、特にひどいね。でもだって、仕方がないじゃん、喋ることねえんだから。あ、でもこれぐらいね、やっぱね、ゆったりした方がいいよね。いち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 、こう、なんかこう、いや、喋るの疲れちゃった途中で。俺らもうさ、その45分も喋りきれなくなったってホスト上がらないけんかもしれない。ホスト上がる話やめよう。そんな辛い話やめよう。さっきね、もうあったけどね、上がった人いたから、もう最近ね。あー、またその話。もうその話やめよう。初回ももさん、ほら、息子と娘と嫁が、ももさん早く帰ってきてって、ミルクの時間です。もうちょっと待ってて。お父さんすぐ帰るからね。見てる。誰がや、あいつ今日はイエスの枕イエスにしてっから。あ、楽しい。今日ご飯食べて帰ります。帰ろう。近くの うまいもんみたいなとこ行こう。うまいもん、うまいもんで、うまいもんで飯食う。ね、でもちょっとごめん、一個ちょっと一回遊んでいい、かゆくなったからさ、大仏に書いてもらって。本当にバチ当たるよ。画像とはいえ、本当に金持ちすぎて頭おかしくなったよ。金持ちすぎてもう、金は天下の回り物。税務署の方々もこちらに稼いでる方いる。お前バカ、それ本当にできたよ。お前そういうのマジで。そういうのダメだよ、税務署ダメっす。あ、マオもうさ、あれに、あ、ドロップのインスタグラムとかあるの。うん、あ、ドロップ作ったんだよ、昨日ね、昨日やな。うん、え、あ、みんなフォローしてくださいよ。あ、これドロップ、クラブドロップで調べてさ。えな、あ、みんなインスタン、俺もインスタントカメラのしといてる。インスタントカメラ。古いね、全部。え、これ本当にお店のやつ。あ、それ、え、もう結構来てる。
これ前来てない。全然来てないでしょ。乗せてる意味ねえじゃん。言ってないからケンジがバカ。来てる来てる。あのクラブドロップで金玉みたいな顔して。下ハイフンであれでしょ。ドロップであのアンダーバーや。アンダーバー。何や下ハイフンで。下ハイフンじゃない。クラブ下ハイフンドロップ。何やそれ。下ハイフンじゃない。お前クソジジイか。じゃあ。アンダーバーって言ってたよ。ほんと、ギョーさん。CLUB、下ハイフン、DROP。アンダーソンしか知らないの、俺らね。新しいんだよ。やめとこ。下ハイフン。下ハイフンですけど。でも、うちの統括も頭悪いからね。何の話、何でも。Wi-Fi のこと、Wi-Fi って呼んでる。いや、これ、これ、ガチだからね。これ、マジなの。なんか、あの人さ、あの人基本的にさ、こう、何でも知ってる博学な人みたいな感じじゃん。で、こう、シュッとしてるやん、こうやって。で、なんか、Wi-Fi があって、そのご飯屋さんに。で、あ、もうさ、見かけ、ここ、なんか、モンハンできんじゃん、みたいな、みんなで、つって。え、なんでですかって。モンスターハンター。ここ、え、Wi-Fi 入ってないみたいな。いや、ガチで言ったよね。でもさ、やっぱ渡るの話やめよう。渡るの話ってあんまコメント上がんねえから。人気ないから誰が分かってる。いや、ほんとだえ、あの、30秒前なんか、あの、あれ、イベントの…あ、そうだ。10月の11日、銀、うちの銀官房さんのバースデーがあるんで、ぜひ、一度それまでに来ていただいて、来ていただければイベント。何の話？もうみんな銀ちゃんのバースで盛り上げましょうみんなで。でドロップのインスタグラムをフォローして、あのよろしく。気薬。またね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。